見える開花メルマガ。こんにちは。一般社団法人開花 GP の村松大輔です。学校の方もですね、なかなか進まず休校が多く続いていると思います。で、本当にこの人と人とがね、出会わないことによって多くの方々の命が救われるということが進んでおりますので、学校行かないとかですね、お家でお仕事を進まれるとか、いうことをぜひですね、率先してやっていただければと思います。で、その部分での今日のお話に入っていきます。今日のタイトルは、在宅で無料でできる子供の自己肯定感と社会適応力の高め方。なんとタダでできると。で、昨日ですね、安倍総理のツイッターがですね、突然こう私のツイッターに上がってきてですね、すごくこう感動したんですが、友達と会えない、飲み会もできない。ただ、皆さんのこうした行動によって、多くの命が確実に救われています。そして今この瞬間も過酷を極める現場で奮闘してくださっている医療従事者の皆さんの負担の軽減につながっていきますと。お一人お一人のご協力に、心より感謝申し上げますという形ですね、ツイッターが上がっておりました。ぜひですね、この本当に病院の方もすごく大変な状況でですね、危険と言いますかね、本人自身も感染するかもしれないという状況で頑張ってくださっております。ですので、極力家にいるということを実行していただければと思います。で、今日のところ休校が続くとか部活がないとか幼稚園がないとかで、ずっと家にいると言った時に、パパも出勤停止という時、そんな時だからこそ逆に何かプラスで素晴らしいことができないかと。で、しかもですね、無料でできると。何かっていうと、自己肯定感を高めていくことと社会的協力を上げていくことがお子さんに対してですね、できますと。どういうふうにできるのか、何をすればいいのか。ここはですね、出典がですね、月刊父の別冊ですね、母よりというところで、桜美林大学の山口はじめ先生ですね、臨床発達心理士、ちょっと画面の共有外しますね。こちらの本なんですけども、第1巻がですね、去年出版されて間もなく第2巻が出るらしいんですけども、僕自身も非常にこの、面白い内容が載ってましてですね、沢誉さんとか、あと杉山愛さんのお母さん、吉田さん、あのレスリングの吉田さんの、吉田沙織さんのお母さんとかですね、あと感動したのが辻信之さんのお母さんですね。非常にこう感動しました。ぜひですね、ご覧いただければと思います。で、その部分がよいし、昨日ですね、うちの娘にも読んでもらったら、娘も結構響いてました。で、こちらが父の購入サイトになって、私全然回し物でも何でもないですが、月刊父内容非常に素晴らしいので、多くの人に読んでいただければと思います。で、在宅で無料でできること、それ何かっていうと、お父さんお母さんからのスキンシップですと。これタダですと。全然お金いらないと。で、スキンシップによってですね、どんなことがあるかという、これ本当によく言われていることなんですけども、脳の官能からですね、オキシトシンっていうのがここから分泌されますと。で、オキシトシンって何かっていうと、こうストレスを和らげるとか、まあこれ、子供にハグしてあげることでね、親もなんかストレス和らげられるとか、あと、他人への信頼感を高めるとか、この愛着の形成、大好きっていう気持ちを作ってくれるとか、安全安定の心を作ると。居場所がないではなくて、あ、私ここにいてていいんだという感覚を作ってくれます。で、この部分、私されたね、 お父さんお母さんを今 YouTube ご覧くださって、で、私そんなことされたことないとか言うかもしれないんですが、その部分また最後にお話しさせていただきます。で、さらにこうお母さんからのスキンシップによってどういうことが育まれるかというと、この例えばハグとかおんぶとか抱っことか手つなぐとかですね、そのことを通して何が形成されるかっていうと、子どものストレスを和らげてくれるとか、この情緒を安定させるとかだそうです。で、その結果自己肯定感も高まると。よくね、泣いてる子にいつまで泣いてんのみたいにこう言ってしまうんですが、その時にふぃーとかハグしてあげると、
そうするとこう一瞬でこう心が和らぐということが起こってきます。でお父さんからのスキンシップで何が起こるか、お父さん例えば肩車とか高い高いとかやってあげることによって、お父さんと同じ目線で世界を眺めることによって共感的に物事を把握する能力とか社会適応力が育っていくそうです。で私はそのことは知らなかったんですが、このベビーカーとかよりもおんぶとか抱っことか肩車とかあと添い寝をしてあげるとかってやってあげた子が10歳20歳30歳になっていくと、そうするとあなたのお子さんがですねに大切な愛のエキスが入っていくと。でこちらがもう10年ぐらい前ですかね、うちの長男がまだこれ長男ですね。でこっちが次男なんですけども、本当に10年前ぐらいですよね、で肩車私大好きで、あと筋トレのつもりでこう肩車をいつもしてたような感じだったんですね。でこちら娘なんですけども、お祭りで3時間ずっと肩車しっぱなしとかでこう腰をまっすぐに立てながらこう、肩車してたんですね、いうようにですね、ぜひ肩車とか高い高いをしてあげればと思います。でそんなこと言ったって私ハグされたことないしとかね、このもう子供はうちの中学生だしとか、今更触られたらもう変に思われるしみたいなことあるかもし、いや親からしてもらえてないから私できないみたいな、親御さんがですね、お父さんお母さんが自分の父親を母親からしてもらってないから、スキンシップないからそのことできないという方多いと思います。ここから開花的なお話なんですけども、開花でお伝えしている量子レベルでパラレルワールドをシフトする方法、親からしてもらってないからできないというところ、どうすればいいかがシフトする方法が、あなたが親からしてもらいたかったことを子供へするということなんですね。例えばあなた自身が小学校の時に泣いてたと、その時に我慢しなさいとか、いつまで泣いてんのみたいなじゃなくて、本当はお母さんに抱っこしてもらいたかった、そうしたらあなたがお子さんに抱っこしてあげるとか、お祭りの時に歩きなさいじゃなくてお父さんに肩車してもらいたかった、そうしたらあなたが肩車抱っこをしてあげると、お子さんにですね。とか勉強しなさいって言われたくなくって、一緒にこう将棋とかなんかボール遊びしたかったという気持ちがお父さんお母さんの中にあったとしたら、あなた自身がお子さんとこう一緒にこう遊んであげるという時間を持ってあげるんですね。でしてもらいたかったことをお子さんにすると、そうすると子供が喜びます。でその喜んだ周波数、そのフォトンがあなたの中に入って、あなたの中にですね、過去も未来も全部畳み込まれています。素粒子に時間の概念ないので、子供がわー嬉しいって喜びました、その喜んだ周波数、フォトンの周波数があなたの中にダーッと入っていて、あなたの過去も同時に癒されていきます。これは私の体験上そうだったんですね。図で言うと、お子さんがこう泣いてますと、その時にママが、私がね、この親、私が子供の時にハグされてないとか慰めてもらってないから、私も子供にハグできないという周波数が下の側からいくと、それがずーっと続きます。子供がずっと泣いてるとか、私も心の中で癒してもらいたいっていう気持ちがずっと続きます。この世界が、この周波数帯がずっと続きます。だから誰かに癒してもらいたいっていうのが、あなたが癒されてないから子供にできないとなってしまうけれども、子供が泣いていますと、その時に本当は私抱っこしてハグして癒してもらいたかったと、そしたら子供とギューッとこうハグしてあげるんですね。でギューッてこうハグしてあげることで、同時に、あ、私もこうやって癒されてるんだ、かつての昔の私が癒されてるんだと、これお父さんも同じです、癒されてるんだというふうに感じてあげてください。で素粒子には過去未来関係ないので、今が癒されると過去も癒されます。でお母さんにしてもらいたかったように、私が子供にハグをすると、そうすると周波数が高い側から行くので、子供もすぐこう穏やかになるし、今後ですねお子さんがすごくこう落ち着いたお子さんになってきます。でそうするとこの癒しねぎらいの世界へシフトしていきます。なのでぜひ
そちらをですね、意識していただければと思います。なので、今日のまとめです。が、ごめんなさい。アニメーション逆でしたね。あなたが親からしてもらいたかったことをすると。あとは、スキンシップをする。これ無料ですと。無料でそういうことが、できます。で、頭でこれをですね、理解するのと、実際にリアルでやるのと全然違います。で、こちらのね、これにも書いてあったんですけども、この、泣いてた子供に、愛してるよ、愛してるよって100回言うよりも、1回のハグの方が超効果的だと。ハグ1回だけでも全然変わります。ということです。さて、今ですね、自宅で学べる開花塾、毎週水曜日、土曜日発信しています。で、お父さん、お母さんからもですね、子供のうちから学びたかったというお話をいただいております。ぜひですね、こちら詳細、こちらに入ってるんですけども、4月がですね、半額4950円でやっております。よかったらご覧いただければと思います。では、本当にこの皆さんが、ぜひですね、癒された人たち、家に今コロナウイルスの影響で外になかなか出かけられないと、家にいる時間が多いと、その時にぜひ触れ合いの時間を持ってあげてください。勉強しなさいとか、怒鳴り散らすんではなくて、ぜひですね、この、まあ、子供がね、高校生とかだとなかなかスキンシップできないでしょうけど、肩ポンポンって叩くとかね、背中トントンって叩くとか、頭ポンポンってこう、するとかぐらいでも全然変わってくるので、あと、ふっとこう、手のひらをすり合わせるとかね、それぐらいでも全然変わってきますので、ぜひ、この触れ合う、肌と肌がこう触ることによって、オキシトシンがこう出てきますので、そうすると安定した心を作ってくれます。そこを意識していっていただければと思います。ということで、今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さよなら。